はいさい、まゆみさん。はいさい、さゆきちゃん。ということで、今日はですね、タスティンにありますハブ屋さんにお邪魔いたしております。そして、オーナーのまゆみさんにお話を伺います。今日はよろしくお願いします。ゆたしくお願いします。よろしくお願いします。はい。早速、沖縄の言葉、うちなー口でよろしくお願いします。はい、さあ、現在ですね、TJS ラジオプレゼントウィーク、ハブ屋さんからランチ、ディナー、それぞれ10名の皆さんにギフトサティフィケートをいただいておりますが、ありがとうございます。ああ、いやいや、本当に皆さんにね、一平面相礼で来てほしいんで、はい、よろしくお願いします。はい、ランチ、2月から始まったということで、はい、改めて真由美さんからですね、ランチメニューをご紹介いただきたいんですが、はい、まずはラーメン。一応ね、うちの料理のお店なんですけど、うちの麺はすごい人気なんですよ、はい、うん、味もしっかりしてて、あと麺も全部違う種類の麺使ってるんで、ぜひともいろんな味と麺をね、楽しんでほしいなと思って。はい、じゃあちょっと一品ずつメニューご紹介いただきたいんですが、はい、昔懐かしい中華そば、こちらはですね、東北の味を生かしてます。というのは、うちのメインシェフが東北の方なんで、沖縄料理といえどチャンプルー文化、いろんなミックスカルチャーのお店なので、これはもう一押しで今売ってます、はい、それに加えて東京ネギラーメンっていうのを今月からスタートしました。あと味噌ラーメンはエビ油というものを作ってて、あっさりなのにちょっとコクのある、すごいいい組み合わせになってます。で、この味噌ラーメンに加えて辛い味噌ラーメン、こちらも沖縄はあの豚肉を大事にするところなので、なんとこの辛味噌の辛玉に豚のお肉も入れてるんで、すごいコクがあって美味しいです、はい、で、塩ラーメンは沖縄の島マース、沖縄の塩を使ってあっさり仕上げてます。こちらも女性に大人気です。で、あとあの沖縄そば、ハブ屋そば、はい、こちらは三枚肉が乗っててすごいヘルシーです、はい、で、ボリュームたっぷりソーキそば、はい、これはもう佐伯さんも大好きです。そうです、はい、はい、もうおすすめのバラエティ豊かな麺に加え、あと小丼ぶり、はい、もう5種類プラスその日その日の気まぐれ日替わり丼というものを用意してます。はい、はい、うん、そうですね、メニューにないですもんね。はい、これがお得なセットになってるんですよ。プラス2ドルで小丼ぶりがあるんですけど、はい、おにぎりよりも量ある。おー、そうなんですね、うん、はい、まあ、その他にもランチはサラダとかもあったりとかして、はい、あの営業時間というのはランチは何時から何時までですか？うん、11時半から2時まで、月曜日から金曜日ですね、はいはい、じゃあディナーはどうでしょうか？月曜日から土曜日まで5時半から夜11時まで営業してます。はい、そして夜のメニュー、ちょっと気になったものを質問してもいいですか？はい、はい、どうぞ。まずですね、スチキって何ですか？はい、こちらはですね、ヤチムン、焼き物なんですけど、はい、豚バラ肉のチャンク、大きなやつを一回茹でて塩漬けされたものを皆さんにお出しする前に一回火で炙るんですよ、はい、それをレタスと一緒にラップしてもらってポン酢につけて食べるっていうプレゼンテーションで提供してるんですけど、うん、はい、大人気ですね。美味しそうですね、うん、手が込んでますね。そうですね、やっぱりあの沖縄の料理はスローフード、時間かけてゆっくり、沖縄の方言でいうあのティーアンダ手のね、込んだ料理を作っています。じゃあ焼きテビチ、なんか、うん、テビチは聞いたことあるんですけど、うん、サウンズ可愛いんですけど、はい、豚の足ですね。豚足ですね。そう、はい、コラーゲンたっぷりで、うん、皆さんっていう方が多いんですけど、うん、実はうちのトップ3に入る人気メニューですね。これなんでしょうかね。あちここ豆腐って何ですか？あちここっていうのは沖縄でいう熱いあちあちって感じの表現なんですけど、揚げ出し豆腐なんですけど、うん、普通に言えばね、はい、はい、うん、やっぱユーモアな店なんで、見ながら楽しむメニューを食べたらもっと楽しめるような、はい、うん、構成にしてます、そんなね、楽しいパブ屋さんなんですけど、うん、はい、楽しいといえばね、うん、女子会が、うん、あの女子の集まるね、お食事会、うん、女子会ですけれども、うん、が最近多いって話聞きました。サタデーナイトは女性のお客さんがすごい多いんですよ、うん、私みたいな人が店に立ってるとみんな安心するんでしょうね、きっと。で、女子会用の美味しそうなボトルも用意してるんですね。そう、いい具合の美味しいお酒を用意してます、うん、はい、お酒の種類も豊富ですもんね、こちら。そうですね、やっぱり青森を中心に日本酒、まあ、ワインもちょっとあるんですけど、梅酒、あとカクテルも作ってます、はい、そのお酒のね、ボトルが並んでるところを見ていましたら、うん、目に入ったのが、はい、マングースお断りの T シャツがあるんですけど、はい、あの当店ハブ屋と申しまして、ハブ屋だけにマングースお断りの T シャツを、はい、もし気に入っていただければご購入いただいて、当店にこの T シャツを着ていらっしゃってくださると 10% オフになります。
そして近々イベントも行われると聞いてますが、はい、3月15日の木曜日にソウル&スケープという日本人の3人のアーティストなんですけど、彼女たちが昭和の邦楽バラードを演奏してもらう、はいはい、こちらご予約は必要なんでしょうか。そうですね、できれば早めのご予約をおすすめしますね、はい、はい、このハブヤさん、いろんなものがチャンプル楽しいお店ですよね。どうも、本当チャンプル文化も炸裂です。はい、でも一番面白いのは多分オーナーの真由美さんだと思いますね。そうですか。もうここはね、皆さんが言うようにハブヤナイスデイですから。わかりました、はい、ハブヤナイスデイですね、はいはいはい、今日はですね、タスティンレッドヒルでいいですかね。赤坂でもいいですけど。やります、はい、タスティンの赤坂にありますハブヤさんにお邪魔いたしまして、真由美さんにお話を伺いました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。